にちは。神戸真由美とサイン芝居のサンディの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。いつもありがとうございます。貴重なお時間感謝いたします。ありがとうございます。実は今急遽緊急事態で、私的に緊急事態で今ですね、夕飯の準備で、今日はあれにしようかなとか言って、あれにしようとか思ってたんで、今日は日本酒にしようとか思ってたんですよ。そしたらふっと気がついたのが、日本酒がもうちょうど昨日全部飲んでしまっていましてですね。で、在庫はあるんです。これもう、昨日か一昨日来た分があるんです。けれども、これで動画を撮ってなかったんです。悩んだんです。どうしようか。今日はもう急遽日本酒やめようか。いや、それとも日本酒にしようか。でもまだ動画撮ってない。どうしようか。しょうがないな。もう誤って一本だけ先に撮っちゃいました。って言おうか、どうしようかとか思ったんですが、もう急遽動画を撮ることにいたします。多分もうすぐ夫も帰ってくるのですが、サニーは今ずっと玄関でお父さん待ちをしていたところなんで、どういうことって今ポカーンとしております。はい、ということで日本酒でございます。開けます。開けました。はい、本日はですね、これ知らないお酒ばっかりなんですよ。東北のお酒ということでございまして、はい、いろんなお酒が入ってます。本当はこれは東北で各県のお酒なので、ラベルのクイズでお国当てクイズができるかなと思ったんです。ちょっとやるだけやってみましょうか。6本入っております。多分全部東北だと思います。1、2、3、何県のお酒か当ててください。1、2、3、一応海の方ですね。もう当てずっぽうです。せーの、山形。青森県でした。あ、そりゃ東北は全部海に面してますわ。はい、続きまして、はい、1、2、3、書いてましたね。十和田が、十和田湖ですね。十和田湖。はい、せーの、秋田県っていうか秋田の地酒って書いておりました。はい、青森、秋田ですね。じゃあ次はどこでしょうか。東北であることは確か。はい、1、2、3、1、2、3、深山丹雪っていうんですかね。せー、もう当てずっぽ、せーの、秋田。新潟でございました。今一本も当たっておりません。はい、4本目いきます。あ、当たった、当たったんだ、書いてたから、あれは分かった、秋田のうちだけ。はい、1、2、3、1、2、3、コシって書いてますから、コシだから新潟じゃないでしょうかね。あ、言ってしまう。せーの、焦っております。新潟でしょうか。はい、新潟でした。はい、新潟、もう大ヒントですよね。もう書いてるのと一緒で、重たい。あら、なんかこれ今度はなんかモダンなデザインですよ。1、2、3、笹といえば宮城県じゃないですか。笹かまぼこってあるんじゃないでしたっけ。福島県、あれ、笹かまぼこは福島県の仙台でしたっけ。あれ、福島でございました。はい、福島県です。はい、さて最後の一本でございますよ。1、2、3、絶対当たりますね。せーの、新潟だっ
って新潟選手腰のなんとかって書いております。はい、ということで以上、6本でした。今日は何飲もうかな。今日は今回ですね、非常にこれリーズナブルなお酒のセットですので、純米酒とかでなく清酒とかだと思います。いろいろ入ってますが、東北の地酒飲み比べ4本セット、4本では6本セットで、なんと一升瓶6本でですね、な感じなんです。だからちょっとドキドキしながら、ちょっと知らないお酒ばっかりだしとか思いながらも、でもなんか口コミもすごい良かったので、ちょっと思い切って買ってみました。またご報告いたします。はい、ということでございまして、本日は、東北の地酒とってもお得な6本セットでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすぐお父さん帰ってくるよ。お父さん帰ってくるよ。お父さん、この前お父さん帰ってきてポンピョン飛び跳ねてたね。もうあれもう毎日なんですよ。はい、ということで今日もありがとうございました。